市議会議員の川口博史です。今回はベイエリアの再開発についてお話をさせていただきます。国際会議場があるような地区に、例えば立体の駐車場やホテルで第二展示場、今たくさんお断りしているのでぜひ建てたいという話がありました。これの良し悪しはいろいろあると思います。しかし建てたいならば、今でも成人式やコンサートがあると大変渋滞する。日頃はゆっくりあるけれども、何かあるとパニックになっちゃう。今の交通をどうするのか、過去にも博多船谷を埋めて今の土地を築きました。その時にも交通の問題問われ、そしてまた、そういうものを作り、国際線が止まれるように若干また埋め立てを伸ばす。それは否定するものではありませんけれども、それに伴う迷惑をかけない仕掛けをきちんとしなさい。で質問をしたんですけれども、では一番車が多く想定される大博通り、博多駅からまっすぐ行って駐車場行くためにはサンパレス前を右折しかありません。人も増えます、車も増えます。人は手前から陸橋上がることも可能ですけれども、交差点、障害のお持ちの方もおられます。横断歩道を潰すわけにはいきません。右折で何台さばけるんだ。それならば直進で駐車場入り口、専用入り口にするなり、そこから人が上じゃなくて、エリア内ですけれども車が上に上がってダイレクトに駐車場に誘導する、何らかの交通対策を考えなければ、ここにそんないっぱい持ってきてもダメだ。何回言っても市役所は、しようとしません。コンペをして、決まったところと提案を受けて相談する。しかしながら許可を出すときには当然交通どれぐらい増えるのか予想は仮置きでもやります。そして今の右折だけでは無理だろうと、分かっているのに具体的な検討を、これは市の部分です、市がしなければやっぱ鉄道を、すみません、道路を上げるとかですね、直進を認めるとかいうことは民間は言えても実行はできません。市の方がそういう検討もするぞ、そして何台さばけるぐらいをすべきと思いますが、そういったのを後回しにし、一部の道路を拡張はしますけれども、ただ滞留する場所にしかなりません。もう少ししっかりとした、議論や、配慮が持って政策が提案されるべきと思います。今、なかなか時代も変わって市役所の力が落ちてるなと思います。議会もそうです。しっかりとそういう市民が困るべきこと、今やらなければならないことをしっかりと取り組んでいきたい。博多区のことでございますので特に力を入れて訴えていきたいと思います。